皆さんこんばんは。前回の動画、もっとバズるかなって思ってたんですが、まあ、あんなもんですよね。ただの医者と患者の会話ですから、あわよくば収益化とか思ってたんですが、ちょっと無理そうです。さて、今回はなんと、あのアイドルグループの音声です。これは貴重ですよ。多分。では、どうぞ。超怖くない 何が二階堂さんあ話があるってやつ怖いよね何だと思うダメ出しじゃないあのパートのダンスがどうとかどうにあてっこしようか二階堂さんの第一声ああ、申し訳ないんだけどとか怖っまず詫びておいてそれを上回る罵声を浴びせてくるパターンじゃんやばくないそれかそれか差し出がましいようだけどとかやばいそれやばい 差し出がましいこと言われるじゃん絶対 <laughs> あとはあれだよ厳しいこと言うようだけど <laughs> うわーそれマジやばい直接的でやばい日本の前置き表現の幅広さがやばいあのさ私たちもっと仲良くならないといけないと思うんだえ仲いいと思ってたんだけどもっとだよ 旅行とかあっそれいい温泉行きたいそれもいいんだけどもっと手っ取り早くそれは何のためにうちらイベントとか出てもお互いのことあまり知らないから<え>エピソードがないじゃんライブの MC もこれからどんどんやらなきゃいけないしなるほど証明できないのをいいことにオーラ見えるとか小さいおっさん見たとか言い出したりさ 有能な人からのツッコミありきで言い間違えるだけの薄い笑い取るだけのアイドルにはなりたくないじゃんアイドルをそんな風に見てたんだアイドルお笑い芸人さんとかもそうだと思うけど今はグループに仲の良さを求める傾向があると思うんだよね確かに不仲とか契約とかってリアルでお腹いっぱいだもんねでもどうやったら手っ取り早く仲良くなれるの秘密を分け合うんだえー 秘密って言っちゃったら秘密じゃなくないだからゲームにするこの小さい紙3枚にそれぞれ大きい秘密と小さい秘密そして一つだけ嘘を書くんだ誰が書いたかわからない大きい秘密ってガチのうん墓場まで持っていく系のそれってさ誰が書いたかわからないし嘘混じってるならさライブ MC とかで使えないんじゃないの確かに、にそれにガチの秘密… 言われたら困るしまずは共犯関係を作ろうってことだよ嘘を混ぜるのは言ってしまえば逃げ道でも面白そうかもとにかくやってみようちょちょっと待ってガチのガチそうだってばえー、なんかあるかな一石変えないと。 じゃあ全部一箇所に集めて混ぜますで順番に一人一枚ずつランダムに引いて読んでいくいちいちリアクションはしないじゃあ三つ矢さんからはい整形をしているネットにメンバーの悪口を書いたパパ活をしている 枕営業をしている人を殺した結婚しているお笑い芸人と付き合っている千光<香>死体を捨てたちょっと待って嘘3つしかないのやばいのばっかじゃん、えー、怖い怖い絶対嘘でしょってのはあれとあれと千光って何だろう秘密で千あ 本当に墓場に持っていくものじゃないやばさっき言ってた突っ込まれるの前提のやつじゃんそれより気になったんだけどさそのペン何これ幸せのボールペンだって何それこれを持ってると幸せになるんだで他人に渡すと幸せが伝染するっていうこれマネージャーの山本さんからもらったんだけど山本さんは誰にもらったのタクシーの運転手にもらったんだって 幸せなことあったの CD 出せたしこうしてイベントもできるしさそれは前から決まってたじゃんへえ面白そう次それ私にもらえないえいいよはい